はい、皆様こんにちは、古田美恵子のライフセッション第57回です。よろしくお願いします。暑いです。暑いですね。溶けそうでした。もう溶けちゃわないうちに美人を連れてきました。いえいえ、お友達で、美容のインストラクター、はい、美しい方をお招きしております。佐藤理央さんとおっしゃいます。はい、はい、最後までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。それではリオちゃんと私の30分、はい、緊張しますね。緊張、改めてだね。本当にですね、それでも、元を正せば10年ぐらい前にご縁がありそうそう、秘密の場所でご縁があり、ね、秘密じゃないけど、ね、危険ですね、危険危険。それでここのところ、まあ、1年半か2年近くですね、はい、お食事一緒にしたりっていうお仲間で、はい、妹のようなお姉さんのような、はい、素敵な方を今日はちょっと裸にしようということで。いや、ありがとうございます。暑いですよね。暑い、うん、でなかなか近くにいるんだけど、はい、お目にかかれないね。そうですね、お忙しいです。いやいや、美恵子さんお忙しい、ね、貧乏暇なしなんで、なんか知らないけどなんか人生のバチが当たってるような気が、うん、そんなこんなで、まあ、肩書きはっていうふうにお尋ねしましたら、美容インストラクターということで、はいはい、美容の、まあ、スペシャリストといいますかね、はいはい、美容関係の仕事をされています。はい、で、もともとは名古屋の人？そうです、もう本当に名古屋人で、あ、そうなんだ。名古屋弁がツル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 出て初めてお会いする方はあ、名古屋人ですねって、そういう本当ですか、電話されるぐらいすごい恥ずかしいぐらい出ます。あ、そう、全然聞いたことないよ私。本当ですか、うん、すごい出ますよ。なんか、そう、机を吊るとかね。あ、机を吊るはあるね。言いません、言いません、言いません。名古屋弁らしいですね。名古屋弁、名古屋弁、うん、まあ、どう、食べや食べやとか言って笑われます。あ、そう、県民の方に。あ、そう、はい、県民賞。食事ご一緒させていただいて、うん、食べや食べやって言うと、うん、笑われて、名古屋弁ですよねとか言って、そうなんだ、うん、でも私の中では聞いた記憶はあまりないわ。本当ですか、うん、多分古田さんには食べや食べやってあまり殴られる。召し上がってくださ い。そうですね、はい、いただきますわって言って、はい、格好つけてるので私も、はい、あ、そうなんだ、そうですか、そうですか。今は、ソービュートという、はい、エステサロンというかトータルビューティーサロンを経営されていて、ね、はい、はい、あとは、まあ、専門学校での、メイク等の、先生ということで、はい、まあ、同業者といいますか。あ、そうですね、はい、こんなんですけどすみません。いやいや、私もこんなんです。いえいえいえ、面白い。でもともと何ですか、こういうビューティーのことをしたかったんですか、小さい時から。はい、もともと美容師を経て、うん、メイクは好きだったので、うん、正直そのヘアの方があんまり上手じゃなかったっていうかあんまりそのぶっちゃけ上手じゃなかったと思うんですけど、当時、はい、メイクの方がやっぱり好きだったんですね、はい、である勉強も同時進行でしてたんですけど、うん、あるコンテストに出て、うん、メイクのでなんと優勝したんですね。素晴らしい。で、すごく褒められて伸びるタイプなので私もあ、これはいいぞ、なんかもしかしたら楽しいかもって単純に、うん、はい、で、化粧品会社に、うん、とある化粧品会社に就職しており、うん、でそれでメイクのいろはというか基礎はみっちり学ばさせていただいて、そこからですね、ね、私もね、それこそモード学園とかいろいろ教えさせていただいている時に、当時はねネイル科の専門がなかったの、やっぱりそのメイクとかそういうところのスキルアップのコースとしてネイルも今パーツの一つとしてやるという感じだったんですけど、今おっしゃったように学校でいくら学んでもそれはもう本当に基礎っていうかベーシックな部分なので、はい、その美容部員っていうかそのメーカーさんに入られて、例えば化粧品とかいろいろ勉強するのにあたって眼筋とかいろいろね、季節のそういうのをするじゃないですか、うん、
そうそう、お給料ももらえたら勉強もできるので、うん、話、まあ、おっしゃる通りです、ね、うん、その方が絶対私はいいと思って、はい、ね、よくそういうの勧めてましたよ、今も勧めますけど、はい、はい、まあ、ただネイルに関して言えばその商材とかそういうもので、ここでそのメーカーのものっていうと、もう出来上がった人がやっぱりメーカーも欲しいんですよね、かその技術的なことも欲しい、だからなかなかネイル業界は難しいかもしれないけれども、化粧品なんかですと、まあ、基礎から全部やるにあたって、季節 の, その肌の皮膚の変化とか ね、基礎皮膚学とかそういうのもやるから、それはいいよね、はい、すごい楽しかったです、はい、全国いろいろ行かさせていただきましたし、はいはいはい、東京とかで、なるほどね、そうこう、でもそれって20年ぐらい前ですか、そこまで行きませんよ、そうですね、私20歳ですもんね、ごめんなさい、精神年齢は永遠のみたいな感じですね、うん、でもその美容師さんとして いくらかお仕事してた時期もあった、5年ぐらいやっぱり長期打ち者になるまでは、そう、昔はだって今と違ってちょっと違いましたもんね、カテゴリーっていう か, なんかその今は、うん、すぐ自分でこうできるじゃないですか、インターンっていうかそういうのないでしょう、当時はあった、私の時はありましたね、1年だけ、で国家資格を取って、そこからでも5年ぐらいはやらさせていただいて、でもう自分の中で、あ、もうここまで頑張ったからいいかなっていうのが、うん、まあ、勝手なこうハードルじゃないですけど、はい、まあ、それがクリアはできたので、じゃあもう次に行こうっていう感じでしたね、はい、でもそのメイク、あ、そうか、メーカーさんに入られたからあれだけど、名古屋でよく例えばヘアメイクの仕事とかっていうとなかなかないじゃないですか、東京のように雑誌だとか ね、そういう撮影とかそういうものがいっぱいあるわけではないから、はい、やっぱり、うん、そうか、楽しかったですか、はい、もう大好きでしたね、はい、もういろんなお客様に伺っていただいたし、はい、販売もすごく好きだし、うんうん、お客様もいっぱい、お見えになっておかげさまで、はい、うん、全国にお店があったんですけど、うんうん、一応売上も結構ナンバーワンとかに、ありがとうございますならさせてもらって、はい、どこの、まあ、日本国内だけですけど、はい、まあ、どこのお店にヘルプというか、うん、出張に行かせてもらっても名前は知られてるというか、うん、そういう感じだったので、へー、本当にね、大好きでしたね、やっぱり化粧品というものも好きですし、メイクすることもとても好きだったので、はい、すごい学ばさせていただきましたね、うん、7年ぐらいいましたけど、すごいね、はい、それから独立、いや、そこからまた違うところで、まあ、年代に合ったメイクはしたいということで、今度医療とタイアップしたメイクっていうのに、目覚めて、うん、で、まあ、そちらの方で大阪東京でお勉強して、その後にありがたいことなんですけど、いろんなところからお仕事をいただけるようになったので、うん、それでカルチャースクールを当時やってたもんですから、うん、それで独立をしましたね、うーん、10年ぐらいですかね、じゃあなんだかんだと言っても、もう、まあ、やっぱりでも20年近いキャリアが、ね、美容歴もう40年になっちゃいました、どうしましょう、嬉しいですね、20歳なのに来年、そう、本当ですね、10歳ね、これから、10歳、ね、生まれた時からですね、生まれた時からですね、はい、そうなんだ、でも、まあ、まあ仕事してて楽しいっていうのが一番いいですよね、喜んでいただけるのがね、そうですね、女性は外観もやっぱり絶対モチベーションを上げる一つなので、当時老人ホームとかでボランティアでメイクをやらさせていただいてた時期が結構あったんですけど、もう本当に車椅子の90、100近いおばあちゃまでも、ここの化粧品はどこのなのって、これ買えるのっていう感じで、すごく生き生きされるんですね。だから女性は永遠にいくつになっても女性だし、その外観をこう鏡をこうね、お見せしてわーっていう、そのテンションが上がるじゃないですけどね、モチベーションが上がるっていうその瞬間を見るのは、やっぱりその生きがいというか、やっててよかったというか、そうですね、まあ、私もよく、それこそ職業訓練校の中のいろんなその接客マナーとかいろんな講座の中で第一印象とかいろんなことのお話をするんですけど、
やっぱり性格わかんないじゃないですか。そうですね、はっきり言って、例えば信号の向こうから素敵な人が来るなって思うでしょ。それって視覚言語だから見た目ですよね。そうですね、うん、男の人、まあ、素敵な人だなと思うけど、はい、めちゃめちゃケチかもしれないし、めちゃめちゃ嫌なやつかもしれないけど、とりあえず、うん、とりあえずこう 見るっていうか、はい、だからその今おっしゃったように、その目で見えるところのご自分 の、 その、ケアだったり、うん、そのブラッシュアップだったりっていうことがメンタルのところにもすごく働くもんね。はい、働きます、やっぱり、うん、そのお化粧とかメイクっていうのはやっぱりそれのちっちゃいツールというかきっかけになるの で、うんうん、で自分でできるじゃないですか。そんなお金もかからないと思うんですよ、うんうん、まあ、時間は人それぞれだと思うんですけど、うんうん、でも工夫すれば本当に5分で綺麗になったりとかするので、うんうん、身近で絶対自分が努力さえすれば綺麗になる、元気になるツールなので、そうですね、うん、本当眉の描き方一つだけでも顔変わりますもんね。そうですね、うん、やっぱ眉がないと宅急便来ても出られませんからね、やっぱりピンポンとか来られてワン眉がないと出れないみたいな、うん、私も置いといてっていう、でなんかクールですけど、いやいやすぐ降りますから、ちょっと今行けないから置いといて大丈夫。眉はやっぱり顔で言うと額縁、絵で言うと額縁になるぐらい非常に大事なとこなので、うん、お顔の場所。そうですね、眉のアートメイクね、昔のようにすごく、がっつり入るんじゃなくて、すごく今自然じゃないですか、うん、そうですね、でやっぱりね、ゴルフやるお友達はね、私もゴルフやんないからあれだけど、ゴルフやるお友達はね汗かくでしょ、汗かくでもうこうタオルで拭いた時に片っぽ前がなくなっちゃったりするから、アートメイクはね意外とね知られた、あれヒット商品ですよね。あ、ゴルフやる、ね、それからね、あとね、眉の薄い男の方かけないでしょ。あ、まあ そうですね、うん、それでね、古くからアートメイクやってらっしゃる方存じ上げてるんだけど、はい、意外とね、人知れず男の方 の、 お客様も多いよ。女はね、ま、今の話じゃないですけど、ここキャンパスにこう毎日のように描けるでしょう。そうです、そうです。男の方ってなかなかそういうわけにはいかないじゃないですか。うん、だからお洋服も合わせるとき難しいよね。私はそれこそ服をやってたんで、肌合いとかそういうので、その方の例えば誠実さだとか、まずなんていうの、そういうパワーとかをお出しするっていうのを、女の人はもちろん自分の中の潜んでる元々の色素みたいのがあるから、それ、まあ、よく言われる季節にカラーで言うなら、春色、夏色、秋色、冬色みたいなあるけど、男の方ってそんなに変えられないじゃないですか。男の人ってだからこそ自分を知らないでいかんと思う。そうですね、うん、グレーを着てなんかなんていうの、沈んじゃう方と、グレーを着てその、うん、表に出す力っていうか、そういうものが上がる人といるもんね、うん、だからパーソナルカラー。そうそう、だからご自分が例えばグレーが合うのか、まあ、例えば茶系が合うのか、そういうのってすごく大事だと思う、うん、第一印象はやっぱり大事ですね。そう、第一印象はね、よく言いますもんね、なんかこう包み紙が綺麗なやつは中身を開けようと思うけど、中身一緒でも包み紙がちょっとね、なんかちょっとね、ボロチっていうか汚いと開ける気にもならないっていうのと一緒で、やっぱり外観はちょっと必要だと思います。大事ですよね、はい、からまあその年とともにいろいろ変わってきますしね、特に顔つきとかって変わるじゃないですか、うん、昔野球、私あんまり野球知らないけど、野茂秀樹さんがアメリカに行かれた頃にどんどん顔が変わってね、やっぱり精悍になっていって、やっぱりその自分の、ま、苦労っていうかキャリアっていうかね、自信とか、ま、挫折とかいろんなものがお顔の表情に特に出る、男の方は特に出る、ま、女性もそうですけど、隠せないですよね、うん、男性はメイクはできない分だけ。そうですね、だからあげて頑張る。お綺麗じゃないですか。ありがとうございます。いやいやいや、そんなこと、なんか飲む？そうなんだ。でもそうか、そういう風にして人を変身させるつつ、ご自分もどうですか。その例えばトレンドってあるでしょう、はい、それに向けて、まあ、もちろんベーシックな自分 の、 そのいわゆる似合うその顔の作りとかそういうのはもう確立されてるけど、多少その中でトレンドだったりなんかっていうものはどんどん入ってくる。食わず嫌いはしないので、長いと自分の世界にこう固執しがちですけど、その辺はとっても私は柔軟な方だと思うんですね、うん、なので新しいものに対しては一応食わず嫌いは全くなし、うん、で
オープンにして、でそこで、あこれは本物だと思うものしか一応あのお客様のご紹介とかしないですし、うん、自分が取り入れたりもしないですね、うん、でもやっぱり年々自分自身のメイクだったりとか、あの肌の手入れだったりとかはあのちょっとずつですけどやっぱ変わってます、うん、眉の描き方一つもそうですし、あのメイクのやり方もやっぱり、うん、ずっと10年前と同じ顔じゃないですから、やっぱ悲しいです、うん、なのでちょっとずつですけど、あの今の年代に合ったもので、うん、まあ、ちょっとこう時代遅れというか時が止まらない程度はやっぱり心がけてるというか、う、はい、アンテナはいつもすごいこんなキュルキュルしてワクワクしてくれて待ってるっていうタイプですね、うん、あそうはい、ワクワクします、楽しいですね、いいですよね、うん、私も綺麗になりたい。でも最近は外観も必要ですけど、やっぱりこれぐらいの年齢になるとその内面というか食事だったりとか、うん、やっぱり健康があっての美だと思うので、うんうんうん、やっぱり一緒に同時進行ができてやっぱりなんぼだよねっていうのが実感がする年代になってきたので、うん、やっぱり今はあの内面美容にすごく力を入れてます、うんうん、それは食べることとかそういうことですか。そうです、そうです、はい、食育みたいなものなんですけど、うんうん、はい、大人の食育、大人です大人の食育で大事ですよね、うん、はい、すごい食べ物でやっぱり体とか肌が作られるので、うん、あと健康の維持にもつながるので、うん、あとはもちろんエイジングですよね、うん、必ずつながるので、うん、やっぱりあの力取るものとかあとそういうものはすごく今あのお客様の要望も多いですから、あのそういったお仕事も大変多くなってます。そう、はい、やっぱりまあ本当さっきの話じゃないですけど健康あっての そこがベースでプラスですもんね、うん、メイクでも何でもそうだけど、うん、なんか痩せないのよね最近ね、あのお出かけ、痩せますよ。いやそう、ありがとうございます。で最近ね着物をよく着る の、 あの、はい、お出かけの時に、はい、それなんでかっていうと太い腕が隠せるから一重に一重にそれなんですけど、そうですよね、お化粧もそうだし食べることってすごく大事だし、うん、それとねやっぱりそのさっき の、 その気持ちの問題からいくと美味しいものを食べたら、うん、笑顔が出るもんね。そうですね、うん、癒されますよね。そうそうそう、うん、それって、すごく大事なことだと思う、うん、それでなおかつ、まあ、体によくってっていう風だと、うん、どん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 こういい方のスパイラルにメンタルが向いていくっていうか、うんうんうん、おっしゃる通りだと思います。私昨日帰ったの遅かったんでコンビニで帰りにそうリアルな、うん、リアルなおにぎりとちくわ買って帰った。いい すぐかじった。本当ですか。でもなんか作りたくもないし、わ、まあ、かります、うん、あのお料理大好きなんで基本的に、うん、あの夜遅い時間でも、うん、あの料理するのは私のにとってのストレス解消なんですけど、さすが11時ぐらいだとね、うん、作る気もないっていう元気もなくて、うんうん、でもそうするとやっぱりその美味しいとかまずいとかそういう話じゃなくて悲しいよねちょっと大丈夫です、普段お塩の召し上がってない。いや、そんなんでもないのよ。そんなんでもないけど、どうこれはいかんなと思うし、私本当にお家にいたいのは毎週行ってるわ。そういうここのところ毎回行ってる。お家に料理を作らせておいてくれたら私何にもいらない、いい子でしょう。自分で言うのもなんですけど、私の旦那さんになってください。いいですよ、稼いでくれますよ頑張りますいや私だから本当に、うん、そうね、そう思う、うん、だって今まではね、そこ本当変な話、効果不効果っていうか何にもしたことないの、顔の手入れも。実はお手入れも何にもしたことない人なの。ただ石鹸で3回ぐらい洗うだけ、その辺に置いてある石鹸で素晴らしいなんかそう、本当にそうなの。でもね、ここのところその仕事柄イベントで外に出ることが多いでしょ、そしたらもうやっぱり真っ黒なのの、うん、皮膚もね、でここもそうなんですけど、この襟のとことかって最初は日焼け止めとか塗るんだけど、もうそんなこと言ってられないですね。人も来たりなんかして、うちのスタッフのこともなんだろうなんだろうやってると、ちょっと気がつくとね、もうこんがり焼けこけてるの実はね。まるでハワイに行った感じ。そうそう、まるでどこ行ってきたのって言われるぐらい焼けてるんですけど、顔もねやっぱり焼けるじゃないですか、うん、で多少でやっぱりその、日焼け止めの、ファンデーションとか塗るけど、やっぱりね顔のシミ全部取りたい
でもなんか一番剥がしたいとかありますよね皆さん、うん、なんか、ね、あの私の友達でねまだそのシミ取りレーザーのシミ取りがねあのそんなにまだ一般的じゃない頃もう何十年も前だけど六本木のねなんとある美容皮膚科で、はい、レーザーで一個ずつ取って全部取った子がいるんだけど、そんな頃はそうなんだと思ってて、そう全然そういうことに私全然疎いっていうか気にならないので、あのおしゃれは好きだけど、あのと思ってたけど、今となっては取れるもんなら全部取りたい。落ち前ね、見守ってね。剥がしたいですよね。そういっぱいある。ありますか？あるよ。本当ですか？うん、すごいあの自分でよく感じますよ。あうん、まあでもばあさんだからしょうがないですけどね。いやいやいや、ばあさんに言えませんね。でもいやいやでもそれすら可愛いと思うらしいよ、恋したら。本当ですか？君のそのシミが可愛いとか。恋した方が早くないですか？あなたのそのハゲが素敵よみたいな、私それできないんで。恋した方が早いですよ絶対。めんどくさい。そっちもめんどくさいですか？めんどくさい、めんどくさい。もういいよ、本当にお嫁さん欲しいんだもん。まあでもそう言いつつも、まあ食育もあのやっぱり旬のものって美味しいじゃないですか。そうですね、だから青いものもそうですし、それから土の中のものって、私子供育てる時にお芋さんもう、お芋ねってこんなに大きなお芋はね、土をどけてね一生懸命ね、どけながら大きくなってきたから、このお芋さんすごい力持ちなんだよって言ってね。そうでしょ、と思うんですね。それから緑のものもそうだし、なんか食べることっていいよね。楽しみですね。ね、大事なことですよね。大事なこと。美味しいものをちょっとだけって言うじゃないですか。そうですね。でもね、私こんなばあさんだって美味しいものたくさん食べたいダメですか。ちょっとだけ。だって明日死んじゃうかもしれないんだよ。え？明日死んじゃうかもしれないね、この年。本当ですか？この年だったら。だからいつも言うんですけど、明日の朝起きて、お饅頭こう食べるの、やっぱこんな時間食べたらいかんなって思うけど、あんま万が一この夜今夜私が一人で死んじゃったら、あそこにお饅頭置いておいたなって思いながら焼かれるの嫌だから食べちゃうっていう感じで。可愛いですね。本当にでもそうだもん。でもそれもありですよね。そうでしょ、気になるでしょ、すごく嫌だわ、そんななんかあそこに置いておいたお饅頭どうなったかって思いながら死んでいくのは。本当ですか、でもなんか一生のうちで2日か3日食べなくても全然大丈夫ですよ。まあね、あ、ダメ、明日の保証がないからこの年になると大丈夫です。大丈夫、大丈夫です、大丈夫です、保証します。食べないのもね、でもなんか食べないと違う世界が広がるらしいですよ。あ、そうですね、なんか、私も聞いた。だから1週間に例えば1日とか、なんかその体をサーキュレーターっていうかその循環させるためにちょっと減らす、でなんか何時間か開けるといいって言ったかな、12時間だったかな、なんかそれもいいらしいよ、胃の中が空っぽになる。空っぽになると成長ホルモンが出たりするので、成長ホルモンって若返りホルモンじゃないですか、だからあのお腹が空いて食事を取るというのはすごく理にかなってていいことで、そういう風にして食べてる人って同じもの食べても太らないんですよ、だから胃の中になんか残ってる状態でまた食べると負担が大きいし、消化するのも時間かかるし、消化酵素ってたくさん使っちゃうので、そうやって老化につながるんですね、だからあの一度体の中っていうか胃の中とかを空っぽにして内臓を休めると、それだけでアンチエイジングになる、抗老化になるらしいです。抗老化です。いいですもうね、止められないとこまで来ちゃって進むしかない。大丈夫、老化に向かって大丈夫です。まあ、でも本当にね、あの寿命も長くなってきてますので、そういう意味ではあの食べ物とか毎日のことだから、ちょっとずつで気をつけたら大きいよね。そうですね、まあ、野菜を摂るということと生物を摂るということと、あと体を冷やさないことと、あと排泄がきちんとできるっていうのが一番理想的ですね。そういうもんね。いや、全然。結構これでも丈夫になったんです。胃腸が、弱いので、もともと弱かったんですけど、結構丈夫になりましたね、おかげさまで。だいぶ食べられるようになりました。あ、そう。はい。分けてあげようか。え？分けてあげようか。ありがとうございます。はい。そうですね。そうか。
まあ、そういったビューティーもそれからその外からのあれもそうですし中からもそうですし、はい、あこれはりょうちゃんとこのサロンのご案内ですね、はいですはい、ありがとうございま す、名古屋駅の近くなんですよね、はい、歩いて5分くらい、うん、国際センターも近いですけど、あ、はいはいはい、そうですか、うん、なんかいいですねでも、うん、楽しいですすごく、うん、お家普段朝起きたらどんな感じなんですか実は朝起きたらもう誰かわからない違う人です宅急便宮城がつかないやっぱり宅急便もこう節目がちで出ますけど、ね、あだからね冬っていいと思わない私どうしてですか冬ってなんかジャージ着たまま子供の体操服のジャージ着たままダウンのコートかぶってマフラーして、はい、夜中 のコンビニとか行くの結構でメガネかけて夏どうするんですかだから夏は嫌だってあーなるほど T シャツ一枚ちょっと厳しいですT シャツ一枚ちょっと厳しいので夏は冬はねすごい大好きあの大きいの、ちょっと大きめのダウンコートの長いやつ着て、マフラー巻いてこの辺まで襟っていうかね立てて、マフラーそれで呼び止められた日には分かりました私でもあのオーラが違うから絶対分かりますよねそんなことはないけど私も朝起きたら誰ですかっていうタイプなんで本当ですか、うん、変わらなさそうですよねでも本当にあの美しくしていたいですねそうですね、うん、すっぴんで美しいとはなお嬉しいですけど ね、うん、でもそういう年じゃないもんね逆にね若い方っていいじゃないですか若い子って本当外国なんか行くと本当に若い子って何もしてないの、それでもすごいナチュラルで綺麗そのとこはそこに持ってきて日本は、まあ、今はいないけどあの真っ黒に顔したりとかねああいうお化粧いっぱいする女の子たちが増えちゃうともったいないよねすごく綺麗なものでもまあとりあえずそういうことをやってみないとわからないもんねそうかなんかいいな美しくしてね私のことも見捨てないでね私よければもうガリガリになっちゃうガリガリにぐらいになりたいぐらいの感じそうですか、まあ、でもお手伝いができればやっぱ嬉しいですよね、うんまあ、楽になったとか綺麗、ねうんうん、になったもそうですしもちろんなんかちょっとうちに来て元気になるとかやっぱり違うと思ってくださるのはやっぱり嬉しいですね、うん、でもそれはさっきの話じゃないですけどリオちゃんが持っているその発信しているパワーだったりエネルギーだったりで、まあ、癒されるっていう部分もありますよねだと嬉しいですね、うん、だからこういう、まあ、私たちもそうですけどこういう仕事してる人って自分が元気じゃないと相手の人のこともそのパワー上げられないもんね、はい、おっしゃる通りですね、うん、自分がやっぱりへこんじゃってたりすると、うん私あえてそういう日はどこにも出ないですよ一個も出ないですよ新聞すら取りに行かない、うんうん、でそういう日も、まあ、必要かなと最近は思いますけど、うん、でも365日元気だから私見えないと思いますよ、まあ、そうですね、うんうん、大丈夫でしたからそうですねどこかで、まあ、自分のメンテナンスとかね、うん、自分の、うん、まあ、一日の例えば体温でもそうですけど、うん、ずっとフラットじゃないじゃないですか、うん、これと一緒 で季節があって、うんまあ、例えば 人間 の, その気持ちのものもあるから、うん、そういう意味で、うん、だし、まあ、逆に変な言い方をすれば元気のない日に気合を入れてお化粧して元気になることもあるもんね、うん、あそれもありますね、ますよね、はいうんはい、それもあります逆バージョンもあるよねそうですね、うんうん、これをするとモチベーションが上がるみたいなそう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 、うんうん、だからそういう意味ではやっぱり何なんだろう変身願望とかパしつけ役さっきの老人ホームのある方じゃないですけど、はいはいはいうん、やっぱり口紅一つつけただけでもだいぶ違うもんね、うん、違いますね、うんまあ、でもそんな美しさをあのお手伝いいいお仕事です、はい、ありがとうございますもうこれしかできないので私はでも私 の最後のラストステージをずっとフォローしていただいてもちろんでございます、はい、婚活に向けてまた言っちゃって私ねここのとこずっと婚活中なんですよね、うん、そうここのとこねずっと番組の中で言ってるからもう今日だけは言うのやめようと思ったの、ちょっと焦ってるかもしれない言ってください言ってくださいどんどん言ってくださいでしょ、はい、なんかじゃああの私がお嫁に私ねあの結婚式の時にね私のパーティーでねジャズを歌ってくれるってお友達がいるのそれはもう予約してあるんだけどねその機会がないって毎年言われるの本当ですか大丈夫ですだからその時にじゃあメイクをしていただく方で、は
願いします。はい、何がお願いしますか。じゃあ、まあそんなこんなで、じゃあこれからは、まあ、外からのビューティー の、 そのメイクのテクニックも含めて、うん、あとは体の中からの食育っていうかね、はい、体にいいものを、いろんな方にお伝えしながら、うん、あのリオ先生は歩んでいくぞというか。そんな大層な。じゃあ何かありましたら、はい、心もあの外も全てあのご相談に乗っていただいて、そういうと、はい、代表の佐藤リオさんでございました、はい、最後までお付き合いくださいませ、うん、あの URL あのこれで何か検索していただければ Facebook とかに出てるのね、はい、お願いします。はい、じゃあ今日は最後までまたお付き合いお願いします。ありがとうございました。CM に行きます。はい、トップブリーダーのうさぴか、もう諦めない尿石汚れ、尿石バリアコーティングが綺麗が続くを実現。泡の力と天然アロマミントの清涼感はトップブリーダーのうさぴか。キープシャイニング。綺麗なトイレの下地作りにはうさぴか、頑固な尿石取り用。気になるトイレやすのこの頑固な尿石汚れ、スプレーするだけで泡の力が尿石汚れを分解。キープシャイニングうさぴか。トイレのきれいが続くのはうさぴか。毎日のお掃除用、お掃除の時にスプレーして拭き取るだけ。尿石バリアコーティングが綺麗が続くを実現。キープシャイニングうさぴか。トイレとトイレ周りをさっと綺麗にうさぴか。毎日のお掃除ティッシュバリュー。気になった時にすぐに取り出せるポップアップ式。汚れ落としコーティングでさっと綺麗を実感。キープシャイニングうさぴか。はい、次のコーナーは食のコーナーです、暑いので夏野菜 の、 あのサラダを作ってみましたが、すごい、まあ、サラダ切っただけなんで、作りましたというのもなんでかなと思いますけど、これも作りました。切ってみましたみたいな。切ってみました、うん、あの全部サイコロに切って、うん、ただ混ぜただけ。ただあの美味しいですよ、やっぱ旬のお野菜。であのね、多分これどっかの、まあ、フレンチかイタリアンか分かんないけど、どっかで出たら
多分ちょっと浅いグラスみたいのに少しだけ出てくるんですけど、なんと私はボールいっぱい食べました。素晴らしい。なぜかっていうと、あのきゅうりだとなんだって1本切るでしょう、はいはい、だそれで6種類ぐらい野菜が入ると結構ボリュームになるんですよ。ありますよね、うん、だけどあの切ったらもう食べちゃわなきゃいけないっていう脳のもとに食べました。はい、でね、美味しいんだよ。あのね、オクラがあるんですね。そうです、夏休み夏野菜何でもよくて、はい、まあ、きゅうりとかトマトとかオクラ、長芋、ズッキーニ、うんうん、玉ねぎ、うんうん、でちょっとあのお味を出すためにエビ、ボイルのエビですね、それからパウダーのコンソメで、あの水っぽくならないようにして、あとは、まあ、トマトジュースだったりトマトベース、ガスパチョみたいな感じですね。で塩コショウをして、それでさっと混ぜていただいて、これは何がいいかというと、よく冷やす、キンキンに冷やす、そう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 、だから作っておいて冷蔵庫に入れるっていう感じですね。ただ先に混ぜちゃうとお水はやっぱり入れる、水っぽくなるので、あのソースはソースで混ぜといて、置いといて、あの冷やしといて、で、あのお野菜はお野菜で、あの冷やしといて、でいただく前にさっとあのシェイクするって感じですね。でただただあの1センチ角ぐらいに切って、はい、あのやるんですけど、これ見て見て見て、お野菜見てるだけで元気になるでしょう。みんな生物で、そう、生でいただける。そうですそうです、うん、オクラもネバネバ系だし、長芋もネバネバ系でしょ、うんうん、でまあ、玉ねぎの1個は2個は台所のその辺に転がってるでしょ、うんうん、でトマトもまあ1個ぐらいあるでしょ、あとあの、こっちのキュウリじゃないトマトの下の方にあるズッキーニね、ズッキーニはカボチャの仲間なので、あ、生でいただけるんですね。食べちゃう、私も食べちゃう、皮だけ、あの、あのピーラーで皮だけに剥いて、でキュウリもそうで、ちょうどだからあのオクラの、オクラを5ミリぐらいにトントンと切るので、あのオクラに合わせて、うん、あの全部他のお野菜も切ります。から玉ねぎはちょっとガリガリするので、玉ねぎだけは少し細かめに切って、でトマトも、うん、あのおつゆが出ちゃうから種だけ出して、うんうん、あのまあ、ほぼほぼ1センチ角ぐらいに切りますね。でそれをただ本当にあのボウルに入れて混ぜるだけ。美味しそう、うん、そう、それでエビの、あの、ボイルのエビを一緒に入れて、エビちゃんはあれ茹でただけですか？茹でただけ、うん、それであのパウダーのコンソメで少しあのお味をつけてるので、あの何もあといらないです。あ、塩コショウもいらない、うん、あ、塩コショウは少しお好みで、で僕あのコンソメたくさん入れると味が濃くなっちゃうので、本当にちょっとあのコクが出る程度ね、それでジュースだったりあのトマトペーストだったり、それをそのままあのかける、で終わり。ジュースはちょっと知りませんでした私。ちょっと飲んだ半分ぐらい、少しあのなんでワイングラスに半分ぐらい残しておいていただければ、それで、ま、似合いますねワイングラスがね。でこれは本当に先ほど申し上げたように、ちょっとなんか小さなあのガラスの小鉢だったりグラスに出てくるんでしょうけど、私は実はあの3杯ぐらいあって食べました。本当ですか、昨日ですか、うん、あ昨日はそう、昨日ではない、昨日はそう、ちくわですね、昨日はコンビニのちくわでした、はい、コンビニのおにぎりでした、うん、だけど旬のものってやっぱり今の時期ゴーヤもねすごく美味しいですしね、うん、でねオクラとか長芋とかね玉ねぎズッキーニあたりは、まあ、ナスもそうですけど、まあ、大体冷蔵庫に入っていて、あの天ぷらが好きなのですぐ天ぷらに揚げられるように、そう天ぷら名人ですよね、天ぷら大好きなのだけども、それも、まあ、あのあれはたまたま野菜にあって、うん、それでね実はね冷やす時間がない時はね、ええ、あのボイルあのシェイクしたやつをねあの冷凍庫に入れます。え、冷凍庫に入れちゃうんですか？冷凍庫に入れて、はい、もちろんすぐ出すよ、5分でも入れたら違いますもん。え、もう冷えちゃいますか？冷えちゃいます、冷えちゃいます、すごい。あのステンレスのボウルに入れるとステンレス自体が冷えるでしょうよ。え、でもそのままボンと入れちゃうんですか？そのままボンと入れて、はい、で出してからお皿に盛る。あ、なるほど。そうそう、だからそのぐらいした方がやっぱり冷たいものは冷たくいただいた方が美味しいですので。なるほど、夏にいいですね。うん、夏にいいし、お野菜結構いっぱい食べるし、シャキシャキ感が、長芋のシャキシャキ感があるでしょ、玉ねぎもシャキシャキするでしょ、そういうでネバトロ系だし、あの美味しい。でトマトもね、あの比較的固めの方がいいですね、あの切って混ぜるので。あ、割と、うん、あのなんかそのまま煮込んじゃうわけじゃないので、ちょっと色もちろん色は赤くあの色づいてるのがよろしいですけど、あんまり熟してないとかね、
混ぜた時にぐちゃってならないやつの方が彩りが綺麗。トマトがぐちゃってなると あれだもんね、あの他の野菜にお湯が移ってしまうでしょ。あ、なるほど、うん、そんなこんなでサラダ作りましたっていうのもどうのかなと思いますけど、でも簡単で美味しい。5分もあればできますよ。すごい、うん、あの正真正銘3分クッキング料理本出してください。ます買いま す, いますじゃあ何とか出版社の方あるよ、貯めてあるよ。これだって50でもいっぱいレシピ持ってみますよね、うんうん、だってすごくあのそう料理ってすごいクリエイティブですもん。想像力が広がるもん。だからスーパーの野菜売り場大好き。うん、野菜売り場がいいんですか。あの、まあ、どこの売り場もいいけど、旬のものが例えばまだ寒い時でも京都の早掘りのタケノコとかがひょっと出たりする時があるの。だからそういうのを見るとまだ寒いけど、あ、季節が動いてるなっていうのは思うのね。だから野菜売り場好きですよ。大好き。料理していたいわ。どうなんですか。よしよし、ありがとうございます。そんなこんなで、ぜひ お作り遊ばせ、あのお家に冷蔵庫にある夏野菜全部1センチに切って混ぜるだけ。はい、はい、包丁買わないとね私ハサミで切ったりして、ね、包丁がないっていうね。そんなこと言ってみたい。いやいやいや、羨ましい。お釜がないですかね。そうなんですか、うん、ご飯だけなんですよ、うち。あ、そうなんだ。そうなんですよ。まあご飯だけが生きがいなのでそんなこんなでぜひぜひあのお試しあれ、はい、でございます、はい、さあ次はハワイのコーナーですね。ハワイはね今ねあの夏休みシーズンで、まあ、ツアーで皆さん行ってらっしゃいますね、うん、ちょうどお盆で今ピークだね。だからハワイも賑わっていることと思いますが、私実はハワイ行ったことないです。まあなんとそれはいけませんよ。行きましょう。珍しくないですか。あ、でもね、うん、意外といるよ。いや私なんか恥ずかしくて言えないっていうぐらい。でも行ったことないんですよ。私ねもっと恥ずかしいこと言うと高山とか一回見たことないよ。あ、それはありますけどそれはありますけど本当、うん、ないんですよ。他は行かせてもらったことあるんですけど。あ、行きましょう。なんかしないけど、はい、連れててください。はい、あの任せてください。裏ハワイは。よろしくお願いします。うん、日本人ほとんど会わないですよ。え、うん、あの人がいるとこ行かないから。あ、なるほど。もう車でもう15分も走れば。じゃあ運転手で。私うちのライスクッカースイッチオンしてから海夕日見に行って帰ってくると炊けてますもん。もうついてきます。私も誰かについてきます。忙しくて家に帰れない、ね、第二のふるさとですもん ね、 うん、ね、本当に。でも頑張る頑張るぞ、うん、ハワイに住むぞ頑張るぞということで、今日はねこんな暑いので何がいいかなと思ったら、まあ、ちょっとサーフィン あの画像を波 のいいですね、はい、涼しげな。そうそうそう、しますん、しました、サーフィン若い頃。何ですか。もう一回聞かせて。何ですか。はい、行ったことないです。ああ、そっかそっか、うん、いやいや、その辺 の赤羽海岸とかみんな朝行きますよ。 朝練とか行っていい波が来ますよ。もうちょっともう、うん、あの私とりあえずやりませんけど、あの波だけは朝見に来ますよ。来てる来てるみたいな感じでね、うん、癒されますよね、海はね。いいです。うん、海あの音がねやっぱり、あの波が寄せてね、海藻を取って騒音にはならないもんね、あれ不思議とね、水の音ってね。そんな感じのちょっと4分ぐらいの長いですけど、あの暑いんでちょっと涼しい映像をご覧いただいて、はい、いいでしょうこれ。わー素敵。あ、うわーすごい。ひたすらすごい、ひたすら波乗りだよ今日は。なるほどね。結構一人いる。
違う世界が見れるらしいですよね、うん、なんかのチューブの中にね、入って、うん、これあのワイキキナウドのマクドナルドのプラスチックのトレーで何を売ってる照明とかいますよ。ああ、音楽のね、あの手術やってたここでコーディーボーダーみたいな感じ、いいとこですね。そうそうそう、ここはビッグウェーブ来てるからノースとかのところだと思うし、ダイヤモンドヘッドの下のところも波のいいところのポイントがあるんですけど、見てやって考えるんだから、やってる人はどんなに楽しいかと思うの。子供たちの頃はみんな、好きな子は来ましたけど、あ、入ってないですよね。どうやって習うんですかね。もう自分で習得するしかないんですかね。いや、最初はちっちゃい波からやるんです。あ、自分でも本当習得ですよね、うん、立てないもんね。まずボードの上に立つことも難しいから、言って私もやらないけど、偉そうなこと言ってますけど、そうですね、バランスがね、やっぱりすごいな、すごいなって、コミカルもすごいものを作ったなと思います。ハワイの生活は誰にでも、全ての人にいいでしょう。しい、あ、沈んでいく、夕日が沈んでいきました。でちょうど今こんな時間帯ですね、ハワイは今向こうの5時50分なの、夕方の5時50分なので、昨日のちょうど今夕日が沈む、帰りたい、また行ってる、ね、故郷ですね。故郷、なんかね、なんかあるんだと思う。こんなに思うんだから、なんかあるんですよね。日本人っぽくないですもんね、だって。じゃあ私の父は誰、母はわかるけど、あ、あのジャパニーズでいらっしゃると思うんですけど、いやいや、わかんない、ちょっと母には、通路をたどると、母には人に言えない秘密があったかもしれない。今とそっち系ですか。今となっては聞けない、リアルな話ですよね。ちょっと今日お盆に、お盆前に行ったら聞いてみるわ。なるほど、もういいでしょ、時効だから話してください。でも外人さんっぽいですもんね、だってね。うん、まあね、まあ、うん、でもいいんです、頑張ります。いいじゃないですか。はい、そんなこんなで、まあ、ちょっと波を見ていただいて、涼んでいただいたところにマナカードですね、はい、あのマナカードはハワイの、マナっていうか、あのスピリッツをあの、うん、伝える、あのなんかそういうメッセージなんですけど、小島美沙先生という、あのハワイ文化の伝承の先生が2週間に1遍、皆さんのためにというか、私のためにというか、マナカードメッセージをあの伝えてくれます。あのハワイ語の勉強にもなるんですよ、はい、うん、
ではちょっと行きましょうかね。りゅうちゃん何月何日までだった？私は10月の13日です。まあ私の別れた主人と同じ年。ちょっと何ですかそれ、本当ですか？今変なこと思い出した。本当ですか？マジあ、びっくりした。それはいいとして、ラブじゃないですか我々。違うか。違うじゃあ5月の3日からの方ですね。5月の3日から6月の3日誕生日、うん、今までよりも肩の力を少し、抜いてみましょうと案外うまく乗り切れそうですということで、クマ、ラッキーアニマルだそうです。クマ、大好き。ハワイ語でペアって言います。ペア、うん、ベアじゃないですね。ペア面白いね。あのこっちローマ字表記なんですよ、ハワイ語って。6月4日からの方は変化のある時です。それを不安に思ってしまうかチャンスだと思えるかはあなたの心次第です。ラッキーアニマルはウサギ。ウサギはハワイ語ではラッタラーパキ。かわいいな。かわいいですね、ラーパキね。ラーパキ、このラーパキかわいいねとか言ってるんですかね。7月4日からの方ですね。物事には表と裏があります。綺麗事ばかりじゃなくってダークな面にも目を向けてみてくださいということを伝えています。ラッキーアニマルはペンギンだそうです。まだヘネクーというらしいです。長いですね。長いね。面白いな。ちょっと覚えられないですね。ラッキーアニマルって連れて歩くわけにいかないしね、ペンギンね。8月3日からの方ですね。同じ、事柄が起きたとしても人はいろんなことを考えていますよ。それを受け入れた上で振り回されないようにしていきましょう。ラッキーアニマルはハリネズミ。またこれもまたキーポカ。かわいいね。かわいい。ハリネズミだそうです、ハリネズミポケットに入れて歩けってことですかね。ハリネズミってこれぐらいなんですかね。あ、そうそう、ちっちゃく丸くなるんですよ。お腹の方だって消えないですもん。9月の3日からの方ですね。冒険ができる時だそうです。自分の足元だけを見ないで視野を広げていきましょうというふうに言っています。ラッキーアニマルはライオン、リオナ。お、リオナ、リオナ、いいですね、リオナ、いいですね、かわいい、かわいい、あ、あれらですよ。10月3日から11月2日の方、出会いと縁を大切にしましょう。家族の縁もですだって。帰省やお盆参りなどができるといいでしょう。ラッキーアニマルは猿。あ、いいですね。猿年なんで私。あ、猿年なんだ、なるほどね。キコらしいですよ。結構、それは結構多いですね。11月の3日から12月の2日の方、どんな人との関係も自分の成長には必要なことだそうです。相手の立場に立ってまた気持ちになって考える、心の余裕を持ってくださいと言っています。ラッキーアニマルはカメ。ホヌですね。ホヌはね、有名なの。カメ、向こうはすごく大事にしてるので。あ、そうなんですか。カメ見ちゃ触っちゃいけないんですよ。神聖なんですね、12月の3日からの方ですね、何か情熱を注げそうなものを探しましょう。思いがけない周囲を動かしたり自分の力を認められたりしそうですということで、ラッキーアニマルは猫。ポーポキ、かわいい。ポーポキ、ね、ポッキーみたい。本当ですね、かわいい、面白いな。1月4日からの方、積み重ねていく時期だそうです。それは人との信頼関係だったり自分のスキルアップだったり今後のために必要な努力です。ラッキーアニマルは犬です。犬はイリオというらしいです。イリオ、オレオみたい。あ、いいですね。ポッキーの次オレオですね。オレオって名前のイリオだったりして、かわいい。2月3日からの方ですね、学んでいくことが大切なので失敗を恐れないようにしてください。最初から完璧を求めすぎてはいけませんですね。ラッキーアニマルは豚。ハワイ語ではプアア。面白い。プアア、プアア、プアア、あ、プアか、プア、面白い、初めてです、ね。3月5日からの方ですね。他人と身内、内と外など区別が大切です。メリハリをつけてください。白クマがラッキーアニマルだそうです。ペアケア。ハワイ語辞典とか売ってるんですよ、向こう行くと。あ、そうなんです、へー、面白い。独特なんですか、ハワイ語。でも単純っていうか結構、7月4日からの方ですね。次の段階に入る時だそうです。いきなりそこに行くというわけにはいきません。今まで培ってきたものがあってからあってこそだそうです。ラッ
キーアニマルはトラです、ハワイ語ではキカっていうらしいです。こんなでこの毎回これは全部私自分に言ってもらってると思って言ってるんですけど、お誕生日がりょうちゃんと近いとは、10月ですか、10月8日なんですよ、あ、そうですよね、合同誕生日会やっていただいたじゃないですか、はい、そう10月、しかも10月13日でなんと縁起の悪い日に生まれてきたんで、どうしてですか、だから別れた主人と同じお誕生日だってもちろんもともと相性がいいじゃないですか、でもご縁があるということで、ご縁があるけど喧嘩別れする、喧嘩別れしないよ、私は喧嘩して別れたわけじゃない、気がついたらいなかっただけのことで、あ、はっと気づいた、目が覚めたらいなかったみたいな、いやいや、ずっと、徐々にいなかった、ずっと外国だったんで、ほとんど知らない知らないわ、知らないわって言ってたら変ですけど、そんなこんなで、私のホームページの中でアロハマイカってを展開しております。あえてお時間を頂戴してハワイからハワイの空気をお箱に詰めてお書など一緒にお送りさせていただいておりますので、どうぞご覧になってくださいませ。そろそろ仕入れに行かなくちゃという感じですかね、はい、そんなこんなのハワイでした。はい、そしてインフォメーションがあります。今回は、今度の、日曜日11日の日ですね、ウィンク愛知で、女の子の憧れ体験っていうのをやって、結婚って素晴らしいという話、嫌味ですか、嫌味ですか、本当に素晴らしいと思ってます、私も。で14時から16時30分で、入場料は1000円かかりますが、それを金券にして、うちの、ジェルネイルだったり、井口さんとこのボディーアートだったり、そういった体験ができますので、ぜひ遊びにいらしてください。ドレスもなんか着て写真も撮ったりすることができるので、すごいですね、はい、なんかそういう、婚活、プレ婚活の方たちに向けて、こんな素晴らしい、素敵でしょ、楽しそう、そうなんかね、ドレス着たりして、やっぱりでしょうね、はい、まあそんなこんなのインフォメーションでした。早いでしょ、1時間、あ、終わっちゃいました、まだ本当、あっという間ですね、そうですね、あっという間ですね。お盆はお休みですか。お盆はお仕事がちょこちょこ、入っているので、サロンのお客様、そうですね、でもお休みお休みはちゃんといただけます、あ、嬉しいです、はい、本番もないのよ大丈夫です、ちゃんと、そうですか、はい、うちはイベント屋なんでね、みんなが遊んでる時に仕事がないと、それはかえってどうなのよって話になりますので、でもまつげがついたらサロンカー、はい、かわいいです、 ありがとうございます。今お盆を前に、2号車大きい方はメンテナンスに入ってますね。あ、そうなんですか、この間車屋さんに持ってって、車にまつげがついてるんでしょうね、そうですね、はい、仕事ありますよ今、だから何が忙しいって、お盆いろんなところで物流が止まっちゃうので、その前にいろいろ準備しなきゃいけないものとか手配しなきゃいけないものがあって、もう昨日もそれで遅くて、なんか出荷が今日の午前中までだったらお盆前に出せますとかね、あ、なるほど、でもほぼほぼ今回1週間お休みになるとこ多いじゃないですか、そうですね、だから墓参りも行かなきゃいけないですけど、あ、行きますよ、お墓参りで行きますが、仕事があるんで物が動かないとね、調達ができないので ね、 大変ですね、はい、じゃあそんなこんなで時々また遊びにいらしてください、はい、ありがとうございます。私のたるんだこの何気持ちを、ビューティー美に対するたるんだ気持ちを担いで、全然たるんでません大丈夫です、朝起きつつここあれしてるんですよ、何ここの筋肉いいってやると、ここグッて上がるでしょ、あ、上がりますね、でここでこの私いつも車乗ってる時志村けんのアインってやってんの、なんかここグッて上がるので、この顎のラインが、フェイスラインがね保てる、でここのリンパを流して、あ、素晴らしい、痛い、ここすごく痛いって方溜まってるよね、やっぱりこう流して、この自家線いいですね、ここね、ここ溜まってるので、こうやって流して、流してあげるといいですね、ってやってこのラインを、痩せたって言われるけど痩せてないんでしょ、ここだけ一旦やってるの、お腹いいってやるんですか、いいこうやって、上がりますもんね、はい、素晴らしい、そうしながら車を運転しております、信号待ちでいいってやってたじゃあいいっていう顔で、信号待ち、はい
そんなこんなでした。じゃあちょっとあのお盆暑いですけども、皆様あのお体をご自愛くださいませ。またお盆明けにお目にかかりましょう。今日もありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。